子供用ジンベイあるいはジンベイは、男性あるいは子供の着る和装のホームウェアの一つ。ジンベイは、ジンベイバオリの略で、ジンベイという名の人が着ていたことからという起源説も、あるが、江戸末期に庶民が着た袖なしバオリが、武家の用いたジンバオリに、形が似ていたことからという説の方が強いとされる。古老によれば、筒袖となって普及したのは、大正時代、大阪であったという、 丈が短く、袖に、たもとがなくて、襟と身頃につけた付け紐は、右を表左は裏側で結び、普通の和服のようにうぜんに着いる。揃いの半ズボンを履くのが今では一般的であるが、昭和40年頃までは、人米といえば、膝を覆うぐらい、長い上着のみであった。木綿あるいは、浅星で、一重仕立て、脇の両裾に馬乗りがある。 短い半袖や七分袖の筒袖、平袖で袖口が広め、襟は棒襟で、奥身はないのが普通。付け紐で結ぶので帯を必要としない。袖も身頃も全体的にゆったりして、風通しが良い作りなので、夏のホームウェアとして涼しく着られる。ジンベエに似た和服に寒いがある。ありがとうございます。